毎度工事屋です。ハッセルブラッド、ハッセル用の交換レンズ CF ですね。 CF というのは、まあ、C シャッター、コンパシャッターが入った F ポジションがついてます。これを押してここ押しますと F になります。まあ、F っていうとフォーカルプレーン用のハッセルですね。ですので、まあタイムというかバルブというかシャッターが引っ放しの状態になりますので、まあ今でしたらあのアダプターなんかで使うにもいいですね。まあ普通の 500cm とか503なんとかに使うには、まあレンズシャッターで使うようになります。これはキャップだけついてます。50-4ディスタゴンですね。広角になります。昔 CF の50っていえば結構高かったんですけど、最近はだいぶ安くなってきました。外観はまあちょっと使用感あります。汚いというわけじゃないですけど、やっぱりこう擦れがあります。あと、まあここはフードの取り付けの跡ですね、擦れてます。あとこの CF タイプのレンズ、まあ、このレンズもそうでしたが、ここのヘリコイドのゴムの巻いてある、まあ、台というかリングというか、これがプラなので、まあ、大体割れてます。これも修理屋さんで直してもらいましたが、割れてましたので接着してあります。どこだったかな、後ろから見ると分かると思います。このカメラはここかな、見えますかね。このレンズはここですね。ここひび入ってますね。ここ接着剤で留めてあるので、この個体はもう大丈夫だと思いますが、まあこれ結構割れてるんですのを知らずに使ってると、バキバキに割れてしまうともう直しようがないのでね。あとは今のところ割れはないです。一箇所だけひびが、割れてませんでした、ひびが入ってましたという状態でした。ヘリコイドなどはちゃんと動いてます。シャッターも特に問題はなかったです。レンズもこのようにスカッと、まあ外観はちょっと使った感じありますが、レンズはスカッとしてます。コバ落ちも、広角レンズはどうしてもこの周辺が黒く塗ってあるので、レンズの中ですね、白くなりやすいんですが大丈夫ですね。後玉の方も大丈夫でした。目視で見てれば全く問題ないんですけど、まあ、ペンライトで照らすとこのようにホコリですかね、ホコリですね、ホコリは見えます。ただペンライトで見てこのぐらいっていうとかなり綺麗な方です。だいたいペンライトで見るとね、なんか白く見えますが、これはまあスカッとしてる方だと思います。ただこれも何も手入れしてませんので、ここは直しましたけど中はバラしてませんので、このまま現状のままという形になります。シャッターは今ここにボディが、1秒、今みたいにカチッとしっかり入ってないとシャッターが切れません。CF は C と違ってシャッターだけ、絞りだけと別々に動きますのでね、その点はすごい非常に使いやすいですね。こんな感じで使えます。最高速、開きますね、大丈夫です。
まあ、十分いけると思います。このように多少使用感ありますが、ひどい感じではないです。ちょっとここら辺擦れてますね。レンズもこのままで十分いけると思います。50の F4 ディスタゴンになります。